ショータイム。二等辺の友人屋です。D 隊長です。隊長でございます。はい、今日はこちら、うん、カーシー博士のセルフヘルプ術の愛称編。はい、うん、愛称編、前回は INTP、うん、建築家と、うん、相性がいいのは、うん、ESFJ の販売員だよっていうのをやったんですけども、うん、今日は、うん、ENTP 型。ENTP、うん、と相性がいいのは、うん、ISFJ 型だよっていうお話を、うん、はい、ENTP 型、うん、これは発明家っていう挙げ方がしてあります、うんうん、この ENTP 型は、うん、自分を管理してくれる人を求めると、うんうん、この独創的な ENTP、うんうん、まあ、NT、うん、外交的な NT プロメテウス、うんうん、で、うん、P 型なので、うん、認知の人、可能性をどんどん広げて、うんうんうん、プロメテウスのように考えてみたいな、うんうんうん、しかも外交的、無敵じゃないですか、うん、そう考えるとねな、うん、発明家、独創的な ENTP は、うん、ISFJ 管理者としての能力が自分を補足してくれることを知っていると、うん、一般的に管理者とは自分の義務が物理的にも法的にも確実になされるように、うん、道義的に責任を持つ人物だと、うん、一方発明家の方は概して現在ある道具や行われている作業や事業などを全てもっと良いものに変えようとする熱意に燃える人物であると、うん、自らの工夫の才を働かせ、うん、因習を打ち破ろうとするので、うん、年配者たちとトラブルを起こしがち、うん、まあ、伝統を守る人たち、うん、要は仕事がなくなることもあるわけじゃないですか、うんうんうん、こんな AI が入ってくると、うん、AI けしからんってそうデジカメが入ってくるとフィルムがなくなるじゃないかみたいな、うん、で、まあ、年配者にしてみれば絶対に確かな道具や作業過程、うん、事業がこの ENTP が改良した珍道具のために退けられたら好ましく思うはずがないだろうって、うんうんうん、でこの発明好きのいたずら者を人生のパートナーに選ぶ ISFJ 型は、うん、体制側に物事を合わせるっていう役割を担うと、うん、要はなんか潤滑油って、うん、なんか面接でみんなそう言うってなんかコントがありますけど、うん、潤滑油ばっかかってENTP 型は自分の N、うん、直感の部分、うん、で、うん、また別に重なる INFJ 型にも魅力を感じることがあるよと、うん、INFJ 型は一見 ISFJ と似ているんですけども、うん、INFJ 型の方にはユーモアがあって、うん、合理性に欠ける面があると、うん、INFJ は作家の魂が宿っており、うん、物事に意味を与える人、神秘的な預言者であると、うん、また管理者であり救済者とも言えるだろうと、プロメテウスは人間に火を与えたため大きな罰を受けなければならなかったが、うん、人生のパートナーである INFJ がたとえ自分の肉体をハゲタカから救ってくれなくても、うん、自分の魂を地獄から救ってくれるのではないかと考えていると、うん、ありますと、うん、で ISFJ 型のところを読みますと、うん、ISFJ 型は管理者、安らぎを与えてあげられる人を望むと、うん、ISFJ 型の保護者的な性格が革新的な ENTP 型、うん、発明家をいかに補足するかは、うん、まあ、さっきお伝えしたんですけども、うん、またこの ISFJ 型は ESTP 型、うん、プロモーターとの相性もいいかもしれないって言われてます、うん、威勢がよく陽気でやり手の ESTP 型も拠り所になってくれるのを求めているので、うん、活動的な ESTP 型に休める場所を提供してあげることで満足を与えますと、うん、まあ、この管理者 ISFJ 型は看護、人助けをしたいっていうのを持っているので、家庭に入ってもそういうことができるし、仕事でもそういったことができるし、
っていうことができますと、うん、ただやっぱりこの、うん、外に外にっていう意識の人と、うん、その守りを固める人、うん、ISFJ ですね、うんうん、っていうこの組み合わせを、うん、やっぱりこの SJ としては分かるのは、うん、守りたいものがある、はいはい、うん、で現状は、うん、守るべきものなんですよやっぱり、うん、でやっぱりその今回の発明家、うんうん、ENTP にとっては、うん、世の中は、うん、多分全てちょっと遅れてるんでしょうね、うん、まだまだだと、はい、うん、もっとよくできる、うん、って考えてる人たちからすると、うん、なんでまあそこの綱引きかなとは思うんですけどね、うん、まあ、調整、まあ、そういう人がいて、はい、そういう人も必要でみたいな、はい、だけど守る人も必要で、はい、で対立を生むそのバランスの人も必要でみたいな、そうですね、うん、なんでまたそこの発明家と管理者同士で争いもするでしょうけども、うん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 、健全な方向に行くといいですよね、うんうん、ただのなんか折衷案がバランスなんじゃねって思ったりしますけど、うんうん、まあ分かんないですね、はい、あ、折衷、真ん中がいいかどうかは分かんないっていう、これは私の感覚です、はい、うん、アポロンから言わせると違うかもしれません、違うかもしれない、はい、なんか月桂樹つけてやりたいですよねみんなみんなはあの、うん、エピメテウスじゃと、うんうんうん、こと思ってアポロンじゃって、うんうん、でやりたい感覚で今、はいはい、というところで、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。